おはようございます、こんにちは、そうです。今9月24日9時ぐらいです。結構寝起きです。今日はですね、この宿の近くに、昨日の動画でこの宿の近くに全然何もねえって言ってて、散策っていうか動画撮れそうにないなとか思ってたんですけど、なんとマップを見てみたら、こっから車で8分とか9分ぐらい走らせた先にレプタイルパークっていう爬虫類館なのかな、爬虫類メインの動物園みたいな、爬虫類園みたいなのが近くにあることが判明しまして、そこに行こうかなと思います。まあ、もちろんやること尽くしというか家探しをメインでやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、それはね、午後この宿に閉じこもってやろうかなと思ってて、まあ、せっかくね、この地域に来たんでレプタイルパークにちょっと遊びに行こうかなと思います。マジでさ、家決まれよ早くね。でもなんか合意そぶのマサさんとか、あと YouTube の方でコメントくれた方とかも、やっぱり家探しっていうのはシェアハウスとか、まあ、あとは賃貸、普通の賃貸のみならずやっぱり難関だって言ってたんで、まあ、そういうもんなのかなとある意味思ってますけどね。頑張ります。めちゃくちゃいい天気だよ。めちゃくちゃいい天気だ、うん、最高すぎる、オーストラリアンレプタイルパークです。めちゃくちゃでかいけど、これ爬虫類さ詳しくないけど好きだからさ、ここはさちょっとじっくり楽しみたいな。触っていいんじゃない？でも餌持ってないから怒られるかな。いやでも触ってたよさっきの子。おお、撫でてみたら背中とか。嫌な部位があるかもしれない。どう、ふわふわ？かわいい。赤ちゃんでしょ。でも赤ちゃんも、This is Jake, and Jake's going to milk. That's very impressive. And reality is that the top 10 of the world's deadliest snakes is Australian species. Now, the tigers, this one, however, comes from southwestern Queensland. This is Spencer's monitor. Now, it's a long, skinny goanna. Beautiful. Yeah, it's すごいね、ここ。なんかもはやさ、レプタイル以外。もはやなんか爬虫類以外のものもめっちゃ多くてさ、動物園みたいになってんだよね。最高や。いただきます。はぁ、うめぇ。ま、朝ごはんみたい。うん、最高。慣れたからかわかんないけどさ、うん、海外米独特の香りが感じないんだよね。私まだ感じるな。俺多分慣れちゃったからか分かんないけど、うん、本当に全く感じない。最初初めてさ食べた時めっちゃ感じたよね、うん、海外米のあの香り、うん、韓国海苔やばいね。美味しい。韓国海苔割と容易に手に入るからさ、ね、結構嬉しいよね。しかもこいつなかなか美味しいよね。まあまあ、佐藤のご飯みたいなやつ、あれはやばい。あれ食っちゃダメ。あれはやばい。あれ食っ、え、うん、やばっ。
めちゃくちゃ雷。びっくりした。午前中のうちに行ってよかったね。本当だね。やばい。今日ね、今日ねってか今、オーストラリアに来て過去一天気悪いっすね。マジでさ、あのチンする米、あれはダメ。あれさ、まあ、日本の中で、まあ、これはもう人それぞれのね、考えがあると思うし、人それぞれの価値観があるから一概には言えないんだけど、あれって別に、まあもちろんさ、美味しい米のジャンルじゃないじゃん。いろんな日本にある数ある米の中で美味しい米にはあれ入ってこないじゃん。あれうまいよマジで。あれやばいガチで。びっくりしたもん、この間朝ごはんでチンする砂糖のご飯みたいなやつをチンして食べたら、もうほかほかのふわふわ。マジでやばい、あれ。あれすごかったわ。あれをだからさ、まあ、もちろん日本製のやつなんだけど、あれをさ、だから何分だっけ、2分とかか、うん、2分とかチンして、あのふっくらご飯を食べれるって、ほんと日本すごいよ。マジで日本の凄さをね、来てから日本のこっちに来てから日本の凄さを感じる場面が本当に多い、いろいろ、うん、本当にすごいなと思いますね。めっちゃ雷鳴ってる、やば。やばくない？超でかいよね、雷。はい、そんな感じで帰ってきて、ちょっとゆっくりしてなっちゃんにお昼ご飯作ってもらって今食べてました。そしたらめちゃくちゃ天気悪くなってた。はい、そんな感じで9月24日土曜日の我々でした。この宿は今日までです。いやだよ。あっという間なんだけど、明日出なきゃいけなくて、明日でもレイトチェックアウトが無料でできる宿なんで、一応2時まで、明日2時まで入れるんだけど、まあ、ゆっくり起きて、またね、ここの宿を出て次の宿に向かいます。はい、まあ分かってはいたことだけど、どうせ次の宿も必要になるなと思ってたんで、もう取ってあります。1週間本当にね、何もかもスムーズにいかないし、やっぱ家決めるのって本当に難しいんだなって思いますね。ということで、これまだ今昼なんですけど、午後はなんちゃんと2人で必死に家探し、うん、したいと思いますので、今日はこの辺で。それじゃあ皆さん素敵な一日を過ごしてください。じゃあねー。